ちは、シェフの赤井亮太です。本日は稲葉グループが毎日、売っていますそばを使った、自家製の稲葉ステーキハウス特製の自家製そば刺身を紹介します。このように届いたそばシートを、毎日届くそばシートを、切っていきます。沸騰しているお湯に、このそば刺身を4分茹でます。では4分経ったので取り出していきます。では盛り付けていきます。トッピングとしてこのそばをお好みのトッピングをのせて、巻いて、特製の醤油をつけてお召し上がりください。おいしい、とても美味しくて何より健康に非常にいい前菜となっております。エンジョイ。